の上級者編の練習をしていきたいと思います。まず中段の受けです。中段受けをもうコースしっかり取れていて形もバッチリっていう人はスピードアップを測っていけるように頑張ってください。スピードアップするには肩の動きを少しだけ使ってみましょう。肩を回して使うときにコースや形が乱れないように、コース形は正確に行うようにしてください。練習方法としては外八立ちで手を前に構えます。肘を少し回し、肩も少し円を描いて動いています。3のタイミングで中段受けを出して、1、2、3、肩で小さい円を描いていく。この時肩が途中でこう上がってしまったりしない、肩はまっすぐで水平に円を描いてきてください。1、2、3、この感覚がつかめてきたら正確に中段受けを構えた状態からもスナップで肩の円を使って受けてきてください。肩の円が使えていないと途中で力が逃げてしまうので、円を意識することで技が加速してきます。ぜひ肩を少しだけ円の動きで使うように練習をしてみてください。次に手刀受けの練習です。先ほどやった中段の受けと同じように肩を動かしていきます。この動きが分かってきたら受けの状態から肩を少し先ほどの円を使って受けていきます。引き手も同時に決めていきます。引き手に決めがないと前の手だけ決めるのが難しいので、同時に引き手も少し円を使って手刀受けも練習してください。外八立ちで練習するときにはつま先側に体重がかからない、かかとの方に重心を乗せて背を正して軸がまっすぐの状態で受けを練習してください。では下段受けの練習をしていきましょう。下段受けは良い姿勢から持ってくるときに肘を必ず締めてください。脇や肘が開かないように締めながら持ってきます。この時手の向きに注意です。ペタッと体にくっつかないように少し斜めを向けて引き手の状態から用意をしてください。ここから肘を支点に回転しながら手首のひねりも使って受けを決めていきます。このように持ってきて受けてください。肘の回転と手首のひねりがポイントです。それからこれもできている人は持ってくるときに少し肩の円を使ってみましょう。このように円を使って持ってくる力を利用して下ろしていきます。下ろしていきます。この持ってくる力が使えないとこのようなロボットのような受けになってしまいますので、少しだけ円を肩を使って無知のような気持ちで受けられる頑張ってください。他の受けと同様に肘、脇をしっかりと締めて正しいコースで大きくなりすぎないように気をつけながら練習を行ってください。では手刀受けの親子で練習する時のポイントをお伝えします。じゃあ左手前で手刀受け構えて、この時、引き手が体から離れていないか、脇が開いていないかをまずチェックしてください。で、この受けている方の手の高さも高すぎたり肩より下がったりしていないかチェックします。必ず受けの手は体の背まで体側まで持ってきて肘を開けたりしてください。で、手がこのように立っていない人に対してはこの手の手首の近くですね、この
からぐーっと押してあげてください。そうです。そうするとこの手が立てる感覚が養われるので、4本の指